東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠の丸松エース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。シンホリスキー前に行きそうです。これに続くのがソロウェルズ、藤山健山、そのうちに続いています。内からはダンシングカラー、その隣に AP ジェット、内からは丸仏サンキスト、ナルシスノワール、そのうちに続いています。西のフラワー B1 です。ヤマニングローバル、そのうちに続いています。内からはロータスプール、ヤマニンゼファー、そのうちに続いています。桜世界王、それに続きます。黄色の帽子ノーモアスピーディー、その後ろややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここでソロウェルズ先頭に変わりました。ソロウェルズさらにリードを広げます。シンホリスキーほとんど差がありません。ソロウェルズ先頭、キットウッド先頭、2番手はキットウッド、懸命に追いすがります。やはり西のフラワー先頭だ。ヤマニンゼファーいっぱいになった。残り 200m 一気に後続がやってきた。残り 100m 後続は大きく離れました。2番手はヤマニンゼファー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。西のフラワー1着、2着はヤマニンゼファー、西のフラワー見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。